ビーガンの料理人をしております。 YouTube の発案だったり人脈の紹介をしてほしい。力になれるかっていうプレゼンをする場だと思うんですけど、それを考えてないってなめてるのかなって思っちゃうんですけど、インスタ4万5千人いて今30万ぐらいみたいなのっていうのは原因は明確に1個あって、それは、はい、それでは本日のキャリアコロシアムのお時間です。この企画では、独立、もしくは独立済みの、志願者と、エージェントのマッチングを目指した面談型企画となっております。エージェント側は、志願者との質疑応答を通して、どういう支援をするかということを最後決めていただきますので、その形でお話をしてください。それでは本日新しいゲストの、井上さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では井上さん、簡単に自己紹介をお願いします。はい、井上聖馬と言います。ビーガンの料理人をしております。ただ料理人といっても、そのいわゆる店舗で働くような感じではなくて、SNS で集客してオンラインの料理教室とオフラインでのイベントを主催しています。はい、ありがとうございます。それでは今回この企画にご応募いただいて背景を教えてください。今まで仕事を全て一人でやってたんですけども、スピード感が遅いなと自分で感じてて、スピード感をもっと上げたくて支援をお願いしたく希望しました。はい、ありがとうございます。どういう支援を求めますか？一つが YouTube の発案だったり人脈の紹介をしてほしい。もう一つが、話す中で仕事が触れるなというふうに感じていただけたら仕事を紹介していただけたらと思います。はい、ありがとうございます。それではここから実際質疑応答に入っていきたいと思います。エージェント皆様、質問があればよろしくお願いします。仕事の紹介してほしいっていうことだったんですけど、結論何ができますか？動物性を使わない料理を作るのが得意っていうのと、今インスタのフォロワーが 4.5 万人いるんですけども、20代後半から40代前半までの女性を集めることが得意です。人を集めることが得意です。なるほど。僕ら IT 系 SNS 系の仕事をしてる人間が多いんですけど、こういう仕事振ってもらったらできますみたいなのって具体的にあったりします？そうですね、料理に関する仕事、例えばパーティーの料理を準備してほしいとか、そういうのはもう本当に料理に関することだったらすごい得意です。インスタの運用とかはできますか？インスタの運用もできるはできます。もちろんそれも自分でやってきたことなので。例えば企業さんがインスタとか SNS を使ってこう集客したいだったりとか、採用強化したいっていう要望がよく受けることがあるんですけど、それってできますか？それは僕のアカウントを使うっていうよりかは、もうその企業さんのアカウントを成長させていくみたいな。そうです。ちょっとやったことはないので。なるほど。はい、何とも言えない感じではあります。わかりました。料理っていうのはビーガン料理以外も作れるんですか？作れるんですけど、作ってはないですね、もう今は。なんかそこがブレちゃうと色が出ないっていうか、それで作ってないです。だから仕事紹介してほしいっていうのは、そういう、ビーガン料理を求めてる方とか、企業とかを紹介してほしいみたいな感じですかね。はい、そうですね。今やってるインスタグラムのアカウントって何年前くらいから始めたんですか？始めたのは2年前です。で、今フォロワー結構4万人とか多いと思うんですけれども、伸び始めたタイミングとかっていつ頃だったんでしょうか？初めて4ヶ月ぐらいでした。初めて4ヶ月でどれくらい伸びたんですか？その時が2000人とかだったんですけど、なんか一気に1ヶ月1000人とか増えるようになりだして、で8ヶ月目で1万人まで行きました。なるほど。そのタイミングでガーって伸びたなんか理由みたいのって自分で分析できてますか？その時がちょうど正月だったんですけど、正月でみんな暇で携帯いじってたのかなとは思ってます。ああ、なるほど。ただもちろんそれに至るまでずっと発信をコツコツやってて、それでページ見てもらってフォローにつながったのかなとは思ってます。わかりました、ありがとうございます。その料理のパーティーに作りに行くとかって、どんな単価で受けてるんですか？今僕がやってるのは1人5000円です。5000円か5500円とかそのあたりです。5000円でもう食材とかも全部持って行ってっていう感じなんですかね？そうです。ただ飲み物は準備できないので食べ物だけっていう感じでやってます。それはビーガン料理が出てくるんです？そうです、もう全部で。そうです。だからストックさんの総会でご飯を出したいってなった時にかけ5000円でお呼びすればっていう感じなんですね。それは可能です。でもビーガン料理、逆にビーガン料理じゃなくていいですけどね、うちらは。でもビーガン料理がいい。あちらの方あちらはそういうビーガン料理を出す。そうですね。もう一回聞きたいんですけど、
僕らに何求めてるんですか？YouTube を今伸ばしたくて力入れてるので、それの企画の発案だったり人脈を紹介してほしいっていうのがあります。人脈って何ですか？人脈っていうのが、その僕 YouTube の企画でフォロワーさんのお家に行って料理を作るっていう企画をやってるんです。で、ビーガン料理ですよね。そうです。野菜だけです。お肉全く使わないで作ってるんですけど、まずそれの見せ方が自分で下手だなっていうのがありまして、それで企画を発案してほしいっていうのと、行く相手が誰かっていうのもすごい大事なので、そこでちょっとしたインフルエンサーだったりとかのお家に行くと、もうちょっと伸びるのかなと思ってまして、そういう人を紹介してほしいです。それ伸ばした先に何があるんですか？伸ばした先は、今オンラインで料理教室とオフラインのイベントやってるんですけど、そこにつなげたいっていうのがあります。料理教室ってのはビーガン料理教室？そうです。全てはもうビーガンっていう軸があるってことですよね？そうですね、はい。こう紹介したとして、なんか我々にメリットってどういうものを与えられるかなって考えてますか今？メリットは、その多分もうそれぞれなんか欲しいものが違うと思うので、まあ話し合いでしかないかなとは思うんですけど、まあ先ほど言った通り、僕はやっぱり料理を作ることと、その20代後半から40代前半までのママさん中心の女性を集めることが得意なので、そういう得意な部分を活かせることを提供できたらいいなとは思ってます。ストックさんに、ちなみに周りに多分コミュニティとしては数百人ぐらいはいると思うんですけど、皆さん周りにビーガンいます？いないです。見たことないですね。ただビーガンって歌わなくても、例えば野菜好きの人とか、なんか健康の気にしてる方とか、そういう伝え方を僕自身もしてます。まあ逆に思ったのは、山本って野菜めっちゃ嫌いな人なんですよ。だから山本が全部食べきるまで帰れませんみたいな企画やりますか？じゃあ。いや、やらないですよ。やらないですよ。そう、面白いですね。絶対に野菜を食わせたい男対ホタテ、絶対に食いたくない男。絶対に食わせたいんやったら食いますけどね、しゃあなし。食えなくもないのか。食えなくもないんで、嫌いなだけなんで。井上さんか。令和のトランでってらっしゃるんですね。そうです、出ました。あ、そうなんですね。何で出たんですか？その時は古民家を改装して、リトリート施設を作るみたいな感じをやってたんですけど、まあちょっとなくなって、それは結局頓挫したんですね。そうです。お金を稼ぎたいとかそういう気持ちより もうビーガン食を広めたいみたいな、それが一番思いとしては強いんですか？どっちもありますね。どっちかって言われるとちょっと難しいです。どっちともあります。でもお金も同じくらいは稼ぎたい？もちろんです。お金だったらどれくらい年稼ぎたいとかありますか？僕月100万に到達したことがないので、到達したいなっていう気持ちあります。ただ別に到達したところでなんかその先考えてますかって言われると考えてはないです。今どのくらいなんですか？今30から40ぐらいです。それはどうやってマネタイズしてるんですかね？インスタグラムからオンラインの料理教室に行くのと、オフラインのイベント、もう全て今インスタから集客してます。そのオンラインの料理教室とオフラインのイベントっていうのは、まあ、参加者一人一人だったりとか、どれくらいお金を取ってるんですか？オンラインの料理教室は1人500円取ってます。で、1つのレシピを教えるって感じです。で、それで月300か400件ぐらい申し込みがあって、でオフラインのイベントが月に2回ぐらいしてて、単価がさっき言った5000円ぐらいで、だいたい30人ぐらいですね。月2回やって30人から40人の間を集客してるって感じです。そのオフラインのイベントっていうのはどういうイベントですか？誰かのなんか会に乗っかってやるのか、自分単体で僕の料理を食べられる会を開きますっていうイベントなのか、どっちですか？もう僕単体のイベントですね。それで30人ぐらい来る？そうです。2回やって30人とかです。過去何回やったことあるんですか？もう20回とか超えてます。で、月に2回やってるんですね。そうです。それで合わせて30人ぐらい毎回呼んでると？そうですね。なるほど。1回は15人とかです、はい。でもそれって逆に言うと15人呼んで7万5000円ぐらいの売り上げで、でもそこから原材料費だったりとか、そこのレンタルキッチンがなんか借りるわけですよね。住んでるとこがパーティールームみたいなところがあって、そこを使ってます。じゃあそこの玄関あんまかかんない。じゃあ原材料、場所代はそうですね、はい。まあでも呼べるのはすごいですね。場所どこでやってるんですか？自宅のパーティールームみたいなとこです。エリアは？大阪の。大阪なんですか？大阪です、はい。じゃあなおさらすごいですね。そこでそんだけ呼べるっていうのはすごいと思います。オンラインで教えるっていうのはどうやって教えてるんですか？生配信で見る人と、アーカイブ残しといて、アーカイブ見る人と分けて販売してます。それを URL をチケット買ってくれた人に送るみたいな感じですか？そうです、はい。なるほど。その集客を基本はインスタでやってる？そうです、もうインスタのみですね、
それでもっとその集客の柱を増やしたくて YouTube を伸ばしたいなっていう感じです。今最大で単価500円ですか、オンラインは。料理教室、そうですね、はい。それを1000円にしたらそんな来ない。したことないのでわからないんですけども、でもやり方を工夫したら全然来ると思います。料理系インフルエンサーっていっぱいいるじゃないですか。そこと比べたら相場では安い方なんですか。安い方だと思いますね、全然。でもビーガンっていう軸があるわけですもんね。はい、そうです。それ込みで4万5000人やってるわけですもんね。はい、そうです。だそんなビーガンビーガンみたいなのは推してないです。野菜野菜っていうか、野菜とか健康とか、そういうそっち系です。で主婦が多い。主婦が多いです。まあそうですよね、基本女性ってことですね。もう9割女性ですね。企業の案件だったりとかプロデュースとかって今までやったことありますか。全くないです。全くないですね。そう、なんか自分をその仕事がどうやって入るかっていうのがあんまりイメージできないんですけど、自分をこう売り込むっていうのが結構下手くそで、それでなんか企業に自分からアプローチするみたいなのはしたことないです。基本待ちみたいな感じです。そういうのは別にじゃあやりたいけどやれてないっていう。そうです。年収チャンネルメンバーが直接面談、あなたにぴったりの求人をご紹介。詳しくは概要欄をチェック。じゃあこう、まあ、さっき の, その上本さんとの話ですけど、企業がなんかちょっとインスタ伸ばしたいんだよねっていうことに対して相談があれば別に全然やりたいって感じなんですね。そうですね。ただインスタの運用でそんなに自分の力を発揮できるかっていうと、例えばビーガンのことが関わってたりしたらできると思うんですけど、そこが全く関わってないところの企業を伸ばせるかって言われるとちょっと自信はないです。例えばですけど、飲食店だったりとか通販の食品会社とかがビーガン料理をプロデュースしてメニュー考案してほしいとかって、これって多分料理人さんの依頼結構あると思うんですよね、はい、こういうのはやりたいですか。やりたいですね。メニュー考えるのとかもうすごい好きです、うん、企業との絡みみたいな話で言うとそういう系のがやりたいけど、まあ、どうやって来るか分かんないしやれてないっていう状況ってことですね。そういう状況です、はい、でなんで料理が得意なんでしたっけ。ずっと料理の仕事してて、最初はビーガンのが関係なく本当にゴリゴリの洋食、オムライスだとかそういうのを作ってたんですけど、彼女がお肉食べたくないって言い出して、そこからビーガンの料理に転向していったって感じです。もう一回聞くんですけど、具体的に僕らに何してほしいかが全然わからなくて、多分料理を作りに来てっていう需要はほぼないと思うんですよ、はい、何かインスタとかを伸ばせるっていうのも料理とかに特化してるともう本当に単発で依頼するとかはあると思うんですけど、それ以上のことってないと思うんですよ。で今回来るってなって、僕らがどういう支援をされたいかとかっていうよりは、どういうふうに力になれるかっていうプレゼンをする場だと思うんですけど、そのどういうふうな力になってくれるのかが僕ら全くイメージ湧いてないんですよ、っていうのを分かしてほしい。なんか今のところだけ見てると、ただ売名できたのかなって思っちゃってるんですよ。売名というのは全然ないんですけど、うん、そうですね、まあ、最初に話した通り YouTube のそのなんか面白い企画、先ほどあの株本さんが言ったようななんか野菜食べれませんだとか、そういう企画を一緒に考えてほしい。一緒に考えてあなたのチャンネルでやってほしいってことですか。いや僕じゃなくてもいいんですけど、はい、その年収チャンネルさんでも全然構わないですし、はい、一緒に何かできたら嬉しいなと思ってます。 YouTube コンサルをするなら、まあ、こっちにもメリットってなると、まあ、最初からお金をもらうか、レベシャって言って、まあ YouTube そっちがまあ伸びてきたらその割合に応じて 30% とか 40% お金もらうみたいなやり方があると思うんですけれども、はい、それだったらどっちがいいですか、こっちに提供するメリット。僕はどちらでも構わないという感じですかね。もうお任せしますっていう感じです。もうそちらが嬉しい方を取っていただけたらっていう。嬉しい方ってなると YouTube コンサル料つって毎月50万とかもらった方が僕ら嬉しいなってなっちゃうんですよね。あ、そしたらあの伸び切った後の方です。なるほど、わかりました。なんで結論、企画考えてくださいだったらお金くださいなんですよ。僕らそうやって企業さんからお金もらって伸ばすっていうこと、集客をするっていうことをやってるのに、あなただけ特別にやるっていうのは結論僕の頭には全くなくて、一応これ面接の場みたいな感じじゃないですか。じゃあ例えば企業に入社したいですっていうのが、今回は支援してほしいですっていうのに、採用するときって私を採用するとどんなメリットがありますっていう話をしてくれるわけじゃないですか。それを考えてないって、めちゃくちゃ悪い言い方するとちょっと舐めてんのかなって思っちゃうんですけど、何にもないですか。そうですね、そう言われてしまうとそこまで回ってなかったですね、考えが。なるほど、まあ職人なんですかね。まあでもキャリア支援しますよっていうあれを見て、あ、支援してくれるんだと思って応募したわけですよね。そうですね、ちょっと甘えてるところがあったと思います。今何歳ですか。今32です。32歳でちょっとやばいですよ。
わかりました、僕は大丈夫です。まあそうですね、だから自分こういうのできます、うまく料理してくださいみたいな感じなんですけど、うん、多分ある程度こうしてほしいみたいなイメージがあった方がいいんですけど、それが多分ないので、僕らもどうしよっかなみたいな感じではあるんですよね。 YouTube の一緒に考えてほしいっていうのは別に考えることぐらい別にいいっちゃいいんですけど、じゃあ週1でミーティングしましょうかってなった時に、メリットなしで僕が週1で毎日1時間一緒に考えるってイメージ多分湧かないと思うんですよ。ってなると、じゃあ僕だったら何してほしいですか、何を求めます、イメージが湧く範囲でいいんで。イメージが湧く範囲、でもなんかその何かをしてほしくて、はい、今日いらっしゃったわけじゃないですか。だからそれはすごいありがたいんですけど、はい、なんか どんなイメージなのかなっていう、なんて言われるかなっていう、なんとなくのを考えてやりました今まで。なんて言われるか、うん、なんて言われるかっていうか、こういう支援させてくださいって僕が言う、そのどういう期待してることです僕らに、うん、僕が期待してる、そうこっちに、なんか逆に何を期待したら、はい、何をこう、いやそこは結構丸投げできちゃったなって思います、うん、今丸投げは丸投げでも、なんとなく想像することとかっていうのがあれば教えてほしいです。そのさっき言った人脈の紹介ってところですから、それで言ったらインフルエンサーのお家に行って料理を作るみたいな、そういう企画の紹介をしてもらうくらいです、はい、こいつの家にビーガン料理作りに行ったら面白いと思うから、俺の指令10人ぐらい紹介するよみたいなのをちょっと、そうですね、はい、インフルエンサーをアサインしてくれって話ですね、自分のチャンネルに、はい、でそれで料理作りに行くよと。自分のチャンネルというか別に人のチャンネルでもいいんでしょ。人の、はい、そうです。僕が今強いて言うならなんですけど、まあ別にインフルエンサーの紹介っていうのはあんまり僕にメリットがなさすぎるんでちょっと微妙かなと思ってるんですけど、僕の知人でママ向けに、まあちょっとオンラインサロンみたいなのを最近開設しようとしてる人がいるんで、その中のコンテンツとして、まあ、野菜を使ったレシピの動画を100個200個ってこう作ってオンラインサロンに入る価値にするみたいなところで、そこの企業とこうつなげて作ってもらうみたいなのだったら、はい、まあ、一応イメージは湧くんですけど、そういうお仕事は興味ありますか？興味あります。まあもちろん単価とか次第だと思うんですけど、今のまあ良くも悪くも今そんなにすごい稼がれてるわけじゃないんで、単価の部分でそんななんか高い金額を請求と要求するイメージもないんで、そういう意味で紹介しやすいかなっていうのはいい意味で思ったりはしてます。まあでもそんぐらいですね。それがダメだったらちょっとできることないですね、お手上げですね。わかりました。あとはまあ単発企画で山本に野菜食わせるかどうかぐらいですかね。わかりました、ありがとうございます。ということで、まあ最後一応一人一人なんか支援できることがあるかどうかするかどうかっていうところを聞いていきたいと思うんですが、お堀さんどうですか？僕は結論、支援は不可です。刺さるところには刺さる能力持ってる、素晴らしいと思うんですけれども、それ系の案件僕は抱えてないっていうのと、まあ、インスタ運用とか任せることも難しそうなので不可っていう感じです。はい、じゃあ次タメ国さん。はい、結論支援しません。理由で言うと、テイクばっかり求めててギブがないっていうのがちょっと一緒にビジネスするのは難しいなと思ったのでごめんなさい。はい、山本。はい、支援できませんというか、何をしたらいいのか分かりませんでした。はい、飯田さん。はい、僕も支援できません。まあ2人が言ってくれたように、ちょっと我々がやるこうメリットだとかやるイメージ、具体的イメージがちょっと浮かばなかったので今回はごめんなさいという形ですね。はい、まあ、重複すると思いますが、赤本さん。はい、まあ支援一応一旦する方向でっていう感じ、ちょっと曖昧でっていうのも、さっきのところが話がつながるかどうかっていうところですね。はい、でまあ一旦それは動きます。でそれで向こうが OK だったらその仕事やりましょう。はい、ありがとうございます。でインスタ4万5千人いて、そんだけちょっとこう尖ったなんかコンテンツを自分で持ってて、今30万ぐらいみたいなのっていうのは原因は明確に1個あって、それは今みんなが言ったように結局お客さん目線じゃないみたいなところが全てに通じてると思うんで、そこ直さない限りはどれだけこれからエッジ効かして伸ばしてって言ってもあんま稼ぎ上がんないと思うんで、別に稼ぎが優先じゃないかもしれないですけど、まあ、テイカーだとちょっときついですよね、商売する上で。なのでそこを改善していきましょうっていうのを込みで、まあ、ちょっと支援をするかもみたいな感じですね。ただ僕目線で言うと職人で商売下手そうだなと、でも逆に言うとポテンシャル高いとも思えるんで、まあ、そこをちょっと試食させてください。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは最後、志願者の方から、一言いただければと思います。本日は貴重なお時間ありがとうございました。なかなかこういうふうに注意してもらうというか、指摘してもらえる機会って ないので、非常に貴重な時間でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。それではまあ鴨さんが支援するしないっていうのはもう少し後で詰めてもらえればと思いますが、本日のキャリアコロシアムは以上となります。どうもありがとうございました。